あの、君んちのピンポンすげえ押してる方はお知り合いですか？お主、知らぬのか？お？おやー、コタロキュン、遊びに来ちゃった。キュン？こないだ引っ越しの挨拶のティッシュ、ありがとな。ティッシュ？この人もアパートの？話すがよい、やめるがよい、わらわから離れるがよい。バカ、お前やめろ。意味のわからぬことをされては困る。わらわに近寄るでない。よし、俺の部屋で遊ぼう。話すがよい、話すがよい。コタロー君にいいものをあげちゃう。殿様のぬいぐるみ。つかなんでてめえまでいるんだよ。なんででしょうね。これはいただいておこう。だがそれ以上近寄るでない。102号室のもの。タマルだ、タマル、勇む。お主はまたわらわにペタペタワシャワシャスリスリするのであろう。いいじゃねえか、俺は子供が好きなんだ。ダメである。こいつ多分必要以上のスキンシップに慣れてねえんだろうな。ま、でも気に入ってくれたみてえでよかった。捨てちまおうかと思ってたしよ。なぜ買った？まあ本当は息子にって買ったんだけどな。どうも俺嫌われてるみてえでさ、会いたくねえって言われちまって、結局渡せなかったんだよ。わらわはお主の子供の代わりか？ならいらぬ。代わりでもらうのは嫌ぞ。わらわは欲しくない。嘘のものなど嬉しくない。そうだよね、悪かった。